サブチャンネルでございます。今日はポンスなんと5歳の誕生日ということで、今ねめちゃめちゃ準備をしているんですけれども、ここに来てちょっと気合を入れ直したというか、4歳3歳ねちょっとねバタバタってしててね、記憶いや今回バタバタしてんだわ。だって昨日てか今日の昼愛知から戻ってきて、まあ愛知に何しに行ってたかっていうと引っ越しをしてたわけですよ。バカ忙しい引っ越しでね、だからもう引っ越しをわーってやって荷ほどきぶわーして、でうわーって帰ってきて風船うわーって取りに行って、ケーキうわーって来て、でもうメッセージうわーって書いて今です。で今ちょっとポンスが別室に待機してもらってて、あのバーバに連れてってもらって、ポンスブクマルはね別室待機してもらってて、今お部屋の準備が整いました。 Happy birthday to youHappy birthday to you. Happy birthday. はい。はい、かわいい。ねえ、かわいすぎる。こんなお祝いしてもらえて羨ましい。ストレンジャーシングスの T シャツかわいい。そして極めつけのケーキなんですけれども、ケーキがなんと今年、ポンス、トイストーリーブームがまた来てて、トイストーリーホテルに泊まってから、だから、トイストーリーのケーキをオーダーしました。それが、めっちゃ可愛いんですけど、こちらです。じゃん！いやー！可愛すぎるー！メッセージカードも書いて、うーくんが、ちょっと今日はもう撮影なんで無理なんですけど、遠隔でね、また後でビデオ通話をしながら一緒にお祝いしたいと思います。ってことで、もうここにポンスを今から呼んできたいと思います。靴も脱いで。はい。はい。やばい。ちょっとこんな感じなんだ。じゃあ目つぶってください。はい。はい。こっち。まだですよ。まだですよ。それでは目を開けてください。どうぞ。すごい。目つぶってくださいよ。はい。ケーキなんでしょ？あ！ケーキ。何？え？ケーキじゃん。ケーキじゃん。ね、ケーキだよね。ケーキと信じる。はい。ケーキだよね。ほらね、ケーキだよ。ケーキだよ。何やねんそれ。ケーキ来るね。ケーキ来たよ。ポンス、お誕生日おめでとう。ケーキじゃーん。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、消えたらふーっとして、くん、お誕生日おめでとうと書いたんだ。そうだよ。すごいでしょ。すごい。すごいでしょ。こんなの初めてでしょ。パチパチしてる。花火でしょ。花火。うん。花火消したらどうなんの。熱いからね、まだ顔近づけないで。オッケー。じゃあ待って。臭い。じゃあこれを取ります。じゃあ、ポンス、お誕生日おめでとうで、予測消してください。ポンス、5歳の誕生日、おめでとう。イエーイ！パチパチ、パチパチして、パチパチパチって。おめでとう。食べたい。じゃあ食べよう。
回つけます。トムとジェリーのやつじゃん。これ食べれんの？福丸選手ここ座る？ここ食べれ、これ食べれんの？食べれるよ。これこのケーキちょっと秘密があるんです。うん、ちょっと待って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 。君ちょっと待って。君はここに一回ちょっと待ってくださいね。欲がすごいんですねこの人。このケーキはちょっと秘密があるの。うん、秘密って何でしょう？それは切ってみてからのお楽しみなんだけど。ちょっと待ってね。絶対お菓子ある。マジ？お菓子入ってる。うん。これちょっとね、わかんないかも。と？うん。じゃあ切ってみます。はい。じゃあ今日切ってみます。いいよ。どうなんだ？え？お菓子！すごい！何これ、何このケーキ。じゃあこれちょっと、ちょっとこれ触らないでね、危ないからね。手をちょっと、そう、どけといて。くぞ、くぞ、待てよ待てよ待てよ。ここ、切って、いくよ。なになになに、これなにこれ、いくよ。怖い怖い怖い。ケーキすごくない？食べる、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 食べる人、食べる人。待ってね。はい、福丸選手ももう待ちくたびれてますので、これもちょっとね。これって食べれんの？全部食べれるの？じゃあ、はい、福丸選手どうぞ。お座り倒してね。座りと、そう。すごい、ちょっとこれクリームになってんだ。おいしい。これは？お兄ちゃん5歳になったんだよ。おめでとうって言った？おめでとう言ったの。おめでとうだって。ありがとうしないと。ありがとう。ちょっと風船見たい。ちょっと風船よく見てよ。どんな風船かなって。これはちなみにヒロたちがやった。あ、そうなんだよね。やってくれたんだよね。お、ママからのプレゼントはこれです。何？食べる。どうする？もっとくれってこと？もっとくれってこと？もう食べたいの？ねえねえ。ちょっとだけね、あと。ちょっと風船やばい。風船やばい。あとママからの誕生日プレゼントは。手紙です。はい、どうぞ。読みます。僕のお誕生日おめでとう。いつも優しくして、もう一生よくてかっこいい僕がみんな大好きだよ。だからもみんなが笑顔を笑顔にママとパパより。あ、いちご食べてる？うん、うん、いいよいいよ。で、眼中でいってるね。動画撮ってる？撮ってます。はい。これはジジからの誕生日プレゼントです。渡します。目つぶってる？うん、いい？いい？目開けてください。どうぞ。ちょっとやったー、よかった。じゃあジージにありがとうって言って、カメラジージに。ありがとう、よかったね。開ける？開けてみる？ちょっと待ってね。それで、ゲームにやりたい、ゲーム。あー、プープーしてた。そうそうそう。どういうさ、腕時計だった？これね、なんかね、いろいろねあるんだけどさ、これライトとか、これ写真、
これカメラ。理解し、使い方で分かってきた？うん。すごいじゃん。かっこいい。ポンさん、座ってください。無理、無理。ただ。いくよ。オープン！すごい！ちょっと。はぁ、はぁ。もう、もう、すごい、ぶんべらー。ぼんぶりよー、ぼんぶりよこれは手巻き寿司と、うん、普通のお寿司。ちょっと待って、動画を見るの。じゃあみんなでさ、お寿司食べよう。めっちゃ美味しそうなんだけど、これはちょっとさすがにママが頼みたかったから頼んだ。見て。すごい。取れてる。じゃあ誕生日にお金をちょっとだけ、お金ちょっと入れてみる？うん。じゃあ何円入れる？100円と、うん、20円と1万円、うん、でかっ途中まで可愛かったんだけどね。でかっ最後。じゃあパンの車。あ、そう、これも視聴者さんがくれたんだよね、お誕生日。これポンスのお誕生日にくれたんだよ。えぇ、ー、そうだよ。でもプクマルと一緒に遊んでねって言ってくれた。じゃあお金ダメダメ、ママが入れる。うん、うん、100円は？ 100 円ね、まずじゃあ100円を1個。100円1個やだ。で、2個。3個。次は10円を2個。10円。で、次50円までよ。50円は1個。じゃあ次1円もあります。1円。1円はこの大きさ。3個。あとね、5円もあんだよ。5円これ、キラキラです。キラキラ、キンキラの5円、1個。こんぐらい？うん。でもだってポンスはこれぐらい十分。うん。でしょ？よかったね。こん中に入っています。うおー、はぁ、うーくん、うーくんもここにいるってことだよ。うん、すごいね。チチチチ、そうなの？いろいろ感じたの？あ、そうか。ということでポンスくんの5歳の誕生日パーティー終わりましたね。すいません、いなかった人が突然出てきたんですけど。はい、いましたよね。いましたね、ごめんなさい。いましたよ。そうですよ、心はずっとすぐそばにいました。体が一番痛。体が一番痛？一番体が痛だ。ポンさん、5歳誕生日会どうでしたか？楽しかった。楽しかった。ちょっとこれはまた後日のね、後日うーくんも揃った状態でね回してるんですけど、5歳になったポンスとうーくんで最後にちょっと一言。5歳になりました。あー、しばりが5歳になっちゃった。おいおいおい、間違えた、間違えた、しばりが5歳になっちゃったね、今のは。さすがに福丸選手、福丸選手何歳？1歳だよ。1歳ってやってそう、1歳、上手。1歳。5歳になったポンスくんには僕はいろんな挑戦をしてほしいです。いろんな挑戦ができる年だと思います。うん、いろんな挑戦っていうのはやったことないこと。はい、めちゃめちゃやってみてほしい。そして自分のポリシー的なものもこの年から生まれてくるんじゃないかと。やってないことはポリシー、信念。うん、分かんないですね。うんうん、やってない。そういうことをやってほしいですね、僕の意見としては。なるほど。やってないこと。おめでとうございます。おめでとうございます。入れなくてごめんね。あー、入れなかった、僕いなかった。あー、うーくん、うーくんが一番寂しかったんだよね。違う、撫でる位置が。俺のお気に入りなんだよね。
俺のお気に入りはそこで密かに遊ぶんだよね。5歳になってどうして、どういう気持ちかお願いします。どういう気持ちってだよ。これからパーティーの時と差がすごいのよ、動画的なこの緩急が。うん、5歳の時ってどういうこと。今多分ケーキフーみたいな後に流れてる動画だからねこれ。うん、5歳になって一番頑張りたいこと何、パパに向かって。すごいすごい、あのスパイダーマンになりたいこと。スパイダーマンになりたいことを頑張る。ああ、うん、じゃあおめでとう、またどっか行こうね、5歳の。じゃあ切ります。はい、バイバイ、おめでとう。